2012年現在の東ヨーロッパグループの構成国。色分けは国連安全保障理事会に在籍した年数。消滅した国については枠線のみで示す。東ヨーロッパ諸国グループ、通称東ヨーロッパグループは国際連合における地域グループの一つであり、東ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、南ヨーロッパ及び旧ソ連諸国の23カ国からなる。 このグループは、他の地域グループと同様、地域的、国際的な問題に関するテーマを議論する、拘束力のない対話グループである。また、この地域の候補者を指名することで、国連機関の議席配分を支援している。1964年に、地域グループが創設される以前、国連安全保障理事会には、東、ヨーロッパ、アジアの議席があり、 1946年から1964年の間、東欧諸国によって占められていた。東ヨーロッパグループの創設以来、1991年のソビエト連邦の崩壊、1991年から2006年にかけてのユーゴスラビアの解体、1993年のチェコスロバキアの分離など、加盟国の解散により、グループは大きく変化してきた。また、 ドイツ再統一により、ドイツ民主共和国が加盟国ではなくなった。旧ソ連諸国の中には、アジア太平洋グループに加盟した国もある。現在の東ヨーロッパグループの加盟国は、以下の通りである。時代が大きく変化していく中で、東ヨーロッパグループの加盟国数は変化していった。東ヨーロッパグループは、安全保障理事会に非常任一議席。 常任一議席を保有している。東ヨーロッパグループの現在の安保理理事国は以下の通りである。東ヨーロッパグループは経済社会理事会に6の議席を保有している。東ヨーロッパグループの現在の経斜者理,理事国は以下の通りである。東ヨーロッパグループは人権理事会に6の議席を保有している。東ヨーロッパグループの現在の人権理事会理事国は 以下の通りである。5年に一度、西暦のカヒトケタガニカ7の年には、国連総会議長は、東ヨーロッパグループから選出される。東ヨーロッパグループが発足した1964年以降の、東ヨーロッパグループから選出された総会議長は、以下の通りである。ありがとうございます。